長野県の軽井沢にいます。軽井沢で今宿泊しているところがデザインホテルホロンというところに泊まってますね。はい。でジャランで予約したんですけど、ジャランでの評価が非常に高くて、まあ、非常に気になってどこにしようか考えたんですけどね。で、評価がすごく高いところということでここにすることにしました。まあ写真見た感じで、まあ、すごくいい感じの部屋だと思って、まあ、来て実際こう来てみたらやっぱりその通り良くてですね、まあ、非常に割と広めで、でキッチンとかついていて、まあ、特に今日一泊だから食べに行くから、まあ、食事作ったりすることないんだけど、冷蔵庫とかあったり電子レンジあったりするんで、まあ、中期滞在長期滞在でもいつ帰るなっていうのはね思ったところです。はい。で、部屋は割と広めですごく綺麗でデザイン的、デザインホテルって書いてるぐらいですから、やっぱりデザイン的で、まあ、非常に満足度が高いかなって感じがします。フロントの方の対応も良くてね、ちょっと駐車場がその、まあ、俺大きい車だからあれなんだけど、そんな広くなくて、建物の下にある感じで、なんでちょっと鍵渡さないといけなかったんだけどね、前の方止めてるからね。まあ、あとは朝食もなんか評価高いということで楽しいです。で、今回申し込んだのが夕食朝食付きのプランで、夕食に関しては外で4000分の使えるやつが、まあ、3000分で買ってるみたいな感じで、ということで合計1万2500円なんですね。ちょっと今からちょでテレビですね。あとは冷蔵庫があって電子レンジで、あとは、クッキングヒーターですね。でこう流しがあってということ、これもあるのかな。一通りは多分ないか。あ、でも皿とかはねえんだ。貸してくれるかもしれないけどね。で、こんな感じです。でこっち行くと、ベッドですよね。ベッドもなかなかいい感じです。でここの椅子ということで、これもなかなか座り心地いいです。はい。でこう見ていただいて、結構デザイン的ですよね。はい。でこっちが、トイレとバスの方ですね。まあこんな感じでトイレがあってということで、洗面台で、あとバス、これは新しいです。で一応、まあ、シャンプー、リンス、ボディーソープが揃っていて、結構大きめのものですね。なります。